ということで、サイレントサポーターの活動は無事終わることに成功しました。サイレントサポーターも長い期間でも頑張ってくれてました。本当に感動です。ああ、4人は忘れるわけにはいかないし、思い出を残しておこう。それにポム、しずくちゃんの活動が終わっちゃうなんて悲しむなよ。あ、はい、大丈夫ですよ。しずくちゃんの活動が終わったとしても、ボイスサポーターの皆さんがいますので、悲しむことはありませんよ。そうか、それは良かった。今後はほぼ全て声の出る動画になるし、10月から新プロジェクトの実証実験を行うから、これからも期待だね。そうです、現在のプロジェクトはもちろん、新プロジェクトがどんな感じになるか楽しみです。これは気になりますね。新プロジェクトはどんな感じになるか楽しみです。動画のご視聴の皆さん、10月から新プロジェクトの実証実験を行いますので、今後も鉄旅コメットチャンネルをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。